旧大事の看板を掲示する販売店も存在する産経新聞は産業経済新聞社が発行する日本の新聞。全国市五市の中では最も販売部数が少なくブロック市である中日新聞の方が多い。販売部数も全国津々浦々というわけではなく関西地方と関東地方に集中している。産業経済新聞社はフジテレビジョンや日本放送、 ポニーキャニオンなどとともに富士災系グループに属する大阪新聞の領主である日本工業新聞を前進とし時事新報の流れを組むキャッチフレーズは物を言う新聞オックスフォード大学のロイタージャーナリズム研究所のデジタルレポート2 0 2 2によれば読者の信頼度が朝日新聞と同率で最下位だった旧大次論調は保守的新米保守 親自民党、反共主義。アメリカ合衆国との集団的自衛権の必要性を主張している。安倍内閣について、受け入家との指摘は誤りであるとする論人を張った。選択的夫婦別姓制度については反対の立場を取っている。旧民主党に対しては2015年の政治資金収支報告がなされた際にも、連日民主党議員の資質を批判する記事を掲載し、またゆる。 キャラグランプリ2015で民主党のゆるキャラ民主君が142位で惨敗したとの記事を写真付きで掲載している。社説、主張、正論欄では、新米保守、反共主義に肯定的な主張を多く掲載してきた。これは1958年に産経時事から産経新聞に改めた際の経緯が関係する。2013年には、裸足の言語、ジャンプで打ち切りになり、 共産統計、日教祖系と連載詞を点々とし始めた頃から、日本軍のありもしない番号や昭和天皇への図書が、でんこ盛りになったと主張した。電子版では、皇室のコーナーを設けて、同性を報じる。また2006年には、他の全国紙が、批判的な論調を取る中、当時の内閣総理大臣、小泉純一郎による、靖国神社参拝を支持する立場を取った。 全国紙の中で唯一、西暦ではなく、言語を中心に使っている。産経新聞以外のほとんどの新聞は、言語表記から、西暦表記にシフトしており、日付も、西暦という表記の仕方がされているが、産経新聞は、言語という表記方法をとっており、言語をメインにしている。国内に関する記事は、明治期以降の事柄は、基本的に、言語表記であるが、 江戸時代以前や国外に関する記事は西暦が用いられる。総じて米共和党を支持する傾向があり、米民主党には批判的である。日米関係では日米同盟の重要性を主張し、これを見直す動きについて懸念を表明している。また、日米関係を重視する指揮者の機構を掲載することもある。中国共産党を北京と呼称することがある点が特徴である。 文化大革命期に共同通信社を皮切りに他史が次々と国外追放される中、朝日新聞のみが中国国内に残り、以降、産経を除く他社は中華人民共和国国務員の台湾支局閉鎖の要求を飲んで中国に支局を開局した。これとは対照的に産経新聞は中国当局の要求を一貫して拒否し、結果として1967年に 柴田みのる記者が国外追放されて以降は北京への特派員上中を認められなかった状態で日本の新聞で最も早く林氷の死亡推測記事を伝えるなどむしろ政治的には中国を詳しく報道することとなった以後1998年までの31年間北京に支局を置くことがなかった1998年に北京に 再び開局した支局を中国総局とし、組織上台湾支局をその下に配置することで中国支局を再開した。産経新聞がこうして中国の支局を再設置した結果、マスコミ他社もそれに習って同じ条件で台湾に支局を開局することとなった。小解析指示で古くから知られていたが、日中国交回復の頃からその傾向を強め、 1974年8月15日から1976年12月25日まで小解析記録を連載した。鹿内信孝は解析の後継として中華民国総統に就任した息子、慶国と会談した際に解析の日本への恩を忘れないようにとの思いで富士山系グループとして箱根彫刻の森美術館に父親の遺徳を称える。 中世道を混流したと述べている。鹿内信高社長時代には日本軍による中国での虐殺行為に関する記事やコラムを多数掲載していた。冷戦時代には大韓民国の僕正規政権を支持した。北朝鮮に対しては日本人拉致事件をいち早く報道。1988年3月26日の参議院予算委員会において 当時国家公安委員長であった梶山清六が日本共産党橋本厚志議員の質問に答弁し日本海側から消えている日本人は北朝鮮による拉致の可能性があると国会で初めて答弁したこのことを当時新聞紙面で報道したのは共産党機関紙赤旗と一般全国紙は産経新聞のみであった 1996年に北朝鮮というような正式故障の平地を廃止し、このことで朝鮮総連ねから抗議を受けたが、その後2002年から2003年にかけて、全国紙やテレビからも正式故障が消え、北朝鮮のみの故障となった。最近では単に北という表記も使用している。2006年4月には加藤正美常務が共同通信加盟者の旅行団メンバーとして、 北朝鮮へ渡った。2014年には当時の韓国大統領牧国に関する報道が外交問題化している。韓国地検による産経新聞支局長名誉毀損起訴事件を参照中東問題では社説などでイスラエル寄りの主張を行っている。パレスチナ自治区のイスラム原理主義組織ハマースにイスラエルの存在を認めるべきだという旨を主張したり、 パレスチナの国連加盟申請を中東和平の阻害になる恐れがあり、イスラエルとの直接交渉こそすべきであるという主張をしたりしている。福島第一原子力発電所事故発生以降も原子力発電の推進を主張し、脱原発の動きに懸念を表明している。2013年11月14日の主張では、元首相小泉純一郎による脱原発の主張を非難した。 日本共産党の機関紙新聞赤旗によると、2008年度から2010年度の3年、資源エネルギー庁より原子力発電推進の広報事業を受け負っており、2010年度の委託費は7400万円であった。詳細は、産経新聞の報道を参照産経新聞の報道に関する不祥事等については、 産経新聞の報道を、それ以外の産業経済新聞社に関する不祥事については、産業経済新聞社不祥事を、参照2015年1月から6月平均の産経新聞の販売部数は、長官が約158万部、有官が約48万部であり、長官部数では、読売新聞、朝日新聞、中日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、 東京スポーツに次ぐ業界7位と苦戦しており、他市同様発行部数は減少傾向にある。日本 ABC 協会の調査によれば、2009年2月時点で前年同月比30万部以上減少したが、これは押し紙廃止の方針を取った影響とされる。購読者は90%以上が、東京本社版では、関東、静岡地区、大阪本社版では、 近畿地区にそれぞれ集中している。都道府県別では、大阪府が全体の3分の1強を占めている。一方、沖縄県では285部しか売れていないなど、地域差に特に偏りが見られる。2007年9月1日までに、リストラの一環として行われた、総支局の統合、を撤退に伴い、東京本社館内の県域版を廃止し、首都圏、静岡版、 北関東版、東北版、甲信越版にそれぞれ統合し、東京本社館内においての実質的な県版は廃止された2月11日より、県域版が復活し、各都県版に分けられた。また、大阪本社館内の中国地方と四国地方の県域版も中四国版に統一された。発行拠点のない地域では、直売所以外にブロック市の販売店を通じて、 委託販売するなどしてカバーしている。2009年2月から全社員の約5%削減を目標として早期希望退職者の募集を開始している。期間限定で役員報酬の減額も実施するとした。早期希望退職には北京駐在の福島香里記者など多くの社員が応募した。2010年1月には社歴10年以上で40代の社員に対しても 早期退職干渉を開始。幸福実現等関連の記事、連載、広告が、産経新聞や系列メディアに掲載される傾向がある。2009年6月24日、有刊富士に、大川京子のインタビュー記事を掲載。2009年8月2日、大川京子と、田上俊夫の対談記事が、全面広告として掲載された。 2010年1月28日から夕刊富士に初代当主の相場直道の連載コラム、いざ、幸福維新がスタートした。これは当女性局長の龍の口のりこに引き継がれて、現在は釈良子当主による連載が続いている。また、富士再生ビジネスアイ、サンキビスにも石川悦夫のコラムが2010年2月から毎週掲載されていた。 2010年7月の投資交代で、現在は追記集学によるコラムが毎週金曜に掲載されている。経費節減と九州、山口地区への販路拡大を目的として、2009年4月1日に大阪本社の下部組織として、九州、山口本部を新設、同年10月1日から毎日新聞と提携して、佐賀県都市市の毎日新聞都市工場で、 産経新聞九州山口特別版の現地印刷を開始した。九州山口特別版は名前の通り九州本土と山口県向きに発行される産経新聞で九州の読者のニーズに配慮して九州独自の紙面構成になっている。日本国内外の記事を共同通信社や時事通信社からの配信に頼ることが多い。そのため中日新聞 北海道新聞及び西日本新聞などの多くのブロックし、地方紙と同じ内容も見受けられる。また、金融記事はアメリカの経済専門の通信社ブルームバーグから配信を受けている。東京本社版では2001年11月7日に有刊を廃止することを社長会見で発表し、翌年の2002年3月30日付をもって有刊の発行を終了した。 有刊廃止について、フリーライターの山口俊明は、産経新聞の東京圏での有刊セット率は3割程度で、コスト割れを起こしていたとし、さらに、売れ残った有刊を販売店に引き取らせ、代金も徴収する、いわゆる押し紙を行っていた。これに販売店も反発し、本社の前で、トラックに山と積まれた押し紙を投げ捨てたこともあり、一方で廃止になっていない。 大阪県のセット率は6割前後を維持していたとしている。産経新聞では、勇敢廃止の理由について、1日の出来事が丸ごと一紙でわかる24時間編集の新聞を目指す。世界の一流紙は皆長官専門詞である。勇敢がなくなっても犬は困らないと述べている。また、ワンコイン作戦と称して、 一部以次長官を2001年9月1日付より一部110円から100円に値下げした。以来、廃止された有刊の機能は、有刊富士が担っている。しかし、産経新聞の有刊が廃止されたことに伴い、宅配は廃止となった。2002年2月より、駅売り即売版のみ、新聞休館日の発行を実行に移したが、これは、 日本新聞協会加盟各社の反発を招き、時の社長、清原武彦が日本新聞協会副会長を辞任する騒動となった。さらに2002年ソルトレークシティオリンピック開催期間中だったため、読売新聞がオリンピック特別号外と称して定期購読の宅配分も含め新聞休館日にも発行してこれに対抗、朝日新聞など 他しもこれに習って、宅配分も含めての新聞休完日発行を行った。その結果、3ヶ月で、産経新聞は、新聞休完日の発行を中止し、各社も同じく発行を中止した。産経スポーツ、有敢富士全国紙を発行している他の4社は、系列に、タブロイド紙はなく、スポーツ新聞は別法人が発行を担当しているが、産経は、 産経新聞社本体が発行している。夕刊富士は2007年時点で年間約20億円を産経新聞へ上納していた。富士テレビジョン過去に広告費の名目で産経新聞に置く単位の資金援助をしていることが株主総会で指摘されたことがある。しかし、しかない失脚の後富士が東証に上場して、 経営の透明性が求められるようになったため資金援助は難しくなったと言われている。現在は広告費として富士テレビより年間20億円が産経新聞に資金提供されている。1942年に戦時統合で産業経済新聞となった発足当初の大事は波の呪文に解書体で産業へずみ新聞と書かれていた。戦後もしばらくは 会所体の大事が続いたが、1950年3月1日、東京本社版の発行が始まるのと同時に、会所体から霊所体に変わり、呪文にも手が加えられる。東京本社版では下部に、東京の文字が追加された。1955年11月、東京で発行されていた、時事新報を、産業経済新聞本体に吸収して、産経時事としたが、 この時の大事は産業経済新聞と同様に波の字文に霊書体の縦書きで産経時時と書かれ上にカタカナで産経とゴシック体の活字で明記されていた。なお産経時時の大事は東京本社版のみで大阪本社版は従来通り産業経済新聞の大事で発行されていた。また現在も時事新報社は 休眠状態だが、子会社として存続している。詳細は、時事新報概要、歴史及び、産経新聞東京本社概要を参照、東京日日新聞大事及び、前田久義戦後の産経新聞周辺も参照、産経新聞となった後も、同様に波の字文に、縦書きで、産経新聞と例書体で書かれ、下部に産業経済新聞、さらに、 東京本社発行文はその下に、自治新報合同と、ごしック体の活字で明記されていた。これが従来と同様、一面右端に配置されていた。前田久義三景新聞の売却も、参照1969年5月、三景に開題後は、亀倉優作作のロゴをそのまま使用することになり、当初は、従来からの波の呪文の中央に、富士山が登場し、 その上に縦書きでカタカナ4文字が配され、下部にゴシック体の活字で産業経済新聞、産経新聞と明記された2月1日付から欄外に配されていた。同年9月1日より横型に変更して富士山をかたどった模様の上にカタカナ4文字が配され、左隣に産業経済新聞、産経新聞と小さなゴシック体の活字で書かれるようになった。 どちらも東京本社版にあった、時事新報合同の文字は表記されなくなった。横書きになってからは右側に広告が書かれていたが、1982年8月1日から、新川は数え線、朝の歌が左端に乗せられるようになったため、日付は大事右側に移動。1986年4月1日から、富士山系グループの CI 導入により、大事右端下に、 吉田勝作による目玉マークが添付され、その右側に馬場有二作の富士山系コミュニケーションズグループのロゴが付けられた。1988年5月29日、山景新聞に、また第五、青の正方形の無地に、白抜きの毛筆点書体で右から縦書きで、へ、新聞と記号された、現在の大字が登場。1ページ中央上部に、 正方形の縦書き2行で書かれた台字を中心に左右に淡いグレーのボックスを配したレイアウトを採用左側ボックスは長官が朝の詩、夕刊がコラム記事右側ボックスは当初は長官がその日の主な予定や各国の祝日など行事の紹介後に主要記事目次夕刊は別のコラム記事が載っていたまた日付のところの新聞名の表示が 産業経済新聞と変更された。現在は東京、九州、山口版と大阪版では若干レイアウトが異なっているが、大阪版は1988年の紙面、刷新以後のスタイルをほぼ踏襲する形をとり、右端は宅配申し込み、記事内容の問い合わせの電話番号等を掲載している。 一方、東京本社版は2008年3月20日10月1日創刊、以後、左端のところに日替わりコラムを掲載しており、大事、朝の歌は右寄りに配置された。なお、産業経済新聞の文言は削除されており、九州、山口版には日付のところに九州、山口特別版という表示がある。目次については、東京、九州、 山口版は、左端の日替わりコラム、南広子、ひなちゃんの日常の中間、大阪版は右下にある。2013年4月1日に、東京、九州、山口版で、紙面刷新を行い、産業経済新聞営章、ザ・産経新聞の文言を再び入れるなどとして、大阪版同様の刷新となった。なお、産経新聞社の正式な社記は、初代が赤字に、 左上から3本の白い斜線が左下に降りる、上の中央に、まるで、三景と、縦書きで書かれた文字を囲むマークを配したもの。水野茂雄経営後は赤字に、中央より、やや上部に白く横一線が引かれ、その中に亀倉ロゴのカタカナ4文字、三景が、青文字で配されたもの。三代目の原稿は赤字に白く目玉マークを染め抜き、下部に、三 k 新聞と、 ババユージ作の富士山系グループ統一ロゴが白く、染め抜かれたものとなっている。詳細は、産業経済新聞社社記を、参照逆行すまった田中の1958年、東京進出による借入金が34億8000万円、手形が13億4000万円まで累積し、前田が、住友銀行を通り、堀田昭蔵に、財界からの支援を要請した結果、 国策パルプと富士テレビジョン両社の社長を務めていた水野茂雄が代表取締役に就任し、財界によるはっきりした保守新聞の要望に応える形での紙面刷新、転向と改外を行った。詳細は、前田久義産経新聞社売却とテレビ長、年天及び水野茂雄財界人を参照逆コース、逆コースと言われるものも参照水野が退陣すると、 地下内のブが社長に就任し、1969年4月1日、社説を市長に開題。7月には、新聞が本当に不偏不当の立場でまかり通るような安泰なものに、今、日本の国内情勢がなっているでしょうか。完全と守ろう、自由、警戒性を、左翼的商業主義、と宣言し、正論路線を打ち出した。詳細は、 鹿内のブタカエピソードを参照1970年1月1日付では、年頭の主張を鹿内が自ら執筆し、死去直前の1990年まで20年間続けた。1973年6月には、産経新聞長官市上で、主張とは別に、オピニオン記事としての正論欄を常設。保守系の学者や評論家に、その主張を公表する場を与えた。 同年11月には、これをもとに、月刊総合雑誌、正論も立ち上げた。詳細は、正論遠隔を、参照元社長で、相談役の住田良論が、論説委員に昇格した1989年から、東京本社編集局長、主筆へと駆け上がった1990年代には、この傾向がさらに強まった。詳細は、住田良の経歴及び、 産経新聞の報道議論を読んだ報道を参照月間、正論の販売部数が伸びた2007年からは、産経新聞本紙での正論欄掲載が平日の5日間のみに縮小されるなど、時代の変化に合わせた改革も行われている。詳細は、正論経営を参照、ナンバーワンよりもオンリーワン、新聞は皆同じではありません。群れない、逃げない。 物を言う新聞とのキャッチフレーズの下に独自路線を進むことを宣言した。年越し派遣村等の生活困窮者支援施策や、その関係者についての報道、論調に見られるように、2009年9月から2012年12月までの民主党連立政権による社会民主主義的、左派的政策や、及びそれらを肯定的に伝える他紙に対しては、批判的であった。 朝日新聞近年及び毎日新聞論調も参照を一面コラムは前田社長時代転身を掲載していた。前田に代わって社長に文化放送、富士テレビの水野茂雄が就任すると長官のコラムを三経省として室伏隆信に勇敢のコラムを笛として渡辺和夫に外部委託して連載していた。しかし、 朝日新聞により引き抜かれた土屋清氏が編集総長兼論説委員長に就任した際に編集各部の部会を回って紙面改革の意見を記したとき政治部記者の田原幸太郎がコラム執筆者は内部起用すべきだ機会を与えられれば我々も他者並みのことはできると発言したその結果土屋は東西の編集各部長に60人の候補者を推薦させて 社内コンペを行い10人を選び、うち6人に三景承と笛の分担執筆を命じた。三景承は当初、編集総長室の古屋慶二と山本雄二郎が確実で、日曜日は仙外入選組が書いた。古屋が紹介席広く執筆のために抜けた後は、政治部の田原がそれに変わり、日曜日を社会部部長。その後、水野の社長退臣に、 土屋が順次で退社した後に、青木が編集局長に就任すると、石井秀夫専門の執筆者として指名し、以後は石井が一人で35年間にわたり書き続けることとなった。2004年12月28日をもって筆者が交代した。メディア批評紙、はじめによると、現在では30歳代から40歳代の数人の若手記者による臨番執筆となったという。 2008年6月20日の産経新聞によると、現在は、佐々木義久論説委員長ら3人の論説委員が、交代で執筆するようになったという。2012年7月、産経省は、坂本隆一本人が、産経新聞本紙に月に一度の連載、今、僕が思うことを持つにもかかわらず、反原発運動に参加した坂本を名指しで批判した。坂本は9月23日に、 同エッセイで反論し、連載を終了した。基本的に、毎月第1月曜日、産経新聞の長官一面に掲載される。奥様日曜日ですのコーナーに計45回連載された。月1回エッセイ金礼、霊、日垣隆山崎幸太郎などが土曜日から月曜日まで交代で執筆するコラム、遮断機を2002年3月31日まで連載していた。 最終回は、日垣の、さらば遮断期。2002年4月から2009年2月まで、著者を入れ替え、反論コーナー、遮断期へ、を廃止して、新コラム、断。2009年3月より一部執筆者を変更して、断層となり、現在に至る。年金問題や介護、医療といった、社会保障制度、医学博士などの専門家による、UU ライフというコラムや、 一押し、レシピという日本の全国紙で初だったカラー写真付きの献立コーナーを連載している。天皇、皇族の同性やお言葉を専門に報じる皇室コーナーがある。暮らしと経済と題して月曜から金曜まで女性と仕事、生活とマネー、今、流行り物、リフレッシュについての記事を連載している。一面に掲載される朝の詩、当書面。 談話室、著名人や公職者の論評が掲載されるアピールがある。番組表においては、関東、近畿両地方について、産 k と最もつながりのある放送局にはアクセントをつけて目立たせる。以前は、富士テレビのニュースは、産 k ニュース、文化放送、日本放送のニュースは、産 k ニュースと欄外に明記していたり、ニュースの記号を、富士テレビ、文化放送、 日本放送、関西テレビ、ラジオ大阪については、黒四角に N の白抜き文字から黒四角に産経ニュースの白抜き文字に変えていた。2011年7月24日の地上デジタルテレビ放送完全移行に伴う番組表刷新までは、東京本社版のテレビ欄がアナログ放送のチャンネル順での収録であった版は、すでに先駆けてアナログのチャンネル順から、 地デジのリモコンキー ID 順に変更されていた。このため、フジテレビの番組表掲載位置が変更された。それ以外の東京、大阪両本社で発行される関東、近畿両地方以外では、テレビ番組表は原則として、FNS 系列局を民放の第一番手として掲載しているが、西部本部版においては、現状は、県別編集をせず、巡行域版としていることから、 フルサイズ掲載の番組表では、JNN 系列局、毎日新聞系列の RKB 毎日放送を最初に掲載し、次に FNS 系列局のテレビに死に本を掲載しており、その他の FNS 系列局は、紙面構成などからハーフサイズ以下での収録となっている。また、1970年代のごく一時期、本編とテレビ面、婦人面を一体化させた。 ホームニュースの二部紙の仕立てをしたことがあった。この時は当時 NHK からフジテレビジョンの食卓アナウンサーに移籍した小川博司夫妻を起用したことがある。稀に本編の前後にラッピング新聞と題した抜き取り可能な4ページ立ての全面広告紙面を作る場合がある。その場合、一面に本日は特別紙面です。通常紙面は2枚目からになりますと書かれる場合もある。 さらに番組表でフジテレビの番組が掲載されるスペースの左隣にドラマやバラエティの宣伝スペースをこしらえたりニコニコ動画の宣伝を一般番組表並みに載せたりしたこともあった他社と異なり社会面相当たりコーナーがなく事件になっている紙の新聞と同じレイアウトの紙面を iPhone、iPad 及び Android アプリ向けに配信している 日本国内3キャリアで販売された画面サイズ7インチ未満のスマートフォンであれば、当日の長官を無料で閲覧可能である。無料化の狙いについて、産 k デジタル取締役の近藤哲氏は、IT メディアの取材に対し、小出しにせず、ドーンと出して使ってもらおうと思い切った、新聞の無料し読制度のようなものと述べている。アンドロイド版は1575円、iPhone。 iPad 版は1600円を支払うことで、過去3ヶ月分のバックナンバーと大阪版有館も閲覧可能。2014年3月31日、その日に放送された、フジテレビの番組、笑っていいとも、の最終回を伝える、産経新聞特報が配信された。重大事件、事故等の発生時には、号外が配信されることもある。東京本社大阪本社大阪本社。大阪本社 梅田オフィス西部本部東京本社管内、総局、東京本社管内、支局、大阪本社管内、総局、大阪本社管内、支局、西部本部管内、総局、西部本部管内、支局,局、以下の東京、大阪両本社管内の直営工場は、産経新聞印刷が運営。また同社運営の各工場は、センターと呼称されている。東京本社管内、 大阪本社管内西部本部管内産経電子版記事は削除されているものが多いので注意を要する。カテゴリー産経新聞社の人物を参照 Wiki ニュースに関連記事があります。マイクロソフト産経新聞とウェブニュースで業務提携毎日は独自の新ウェブに移行こう1970年時の幹事長田中角栄が取り扱い注意。 新展扱いの通達で、党の政策に理解があると、党所属衆議院議員全員に、産経を宅配購読するよう指示していたことが、明らかになった。参議院決算委員会、昭和45年11月4日付2六より2020年10月13日には、戦後に、終止符打てたと題するインタビューを一面の半分に、掲載。ありがとうございます。